はい、お疲れ様でございます。スーパービートクラブでございます。今日のねお話はですね、法律を学び始めて変わった自分の考え方っていうねお話をしてみたいと思います。今ねこのねラジオを収録してますのが、今日がね5月の27日、2024年の5月の27日でございます。まあこのラジオでもね、まあ何度もねお話はしてるんですが、行政書士試験のね勉強スタートしてですね、もうすぐねまあ1年と10ヶ月になります。まあ2年っていう感じですね。うん、まあ今年はね、まあ今年はなんとかね、まあ合格したいな、まあなんとかっていうかね、今年こそまあ合格したいなっていうふうにね思ってるんですが、まあそんなまあ行政書士試験ね勉強している中で、まあやっぱりね、まあ法律のまあ資格になりますんで、まあ法律関係をね、まあたくさんね勉強するという中で、うん、このまあ約2年間ですね、まあ、法律の勉強している中でですね、なんとなくね自分のね考え方っていうのがですね少し変わってきたなと思ってるんですよね。うん、まあそれはね何かというとですね、なんかね、これはねまあ私だけなのかもしれないですけど、考え方がね右寄りから左寄りになってきたなというようなね、まあ感覚をね持っております。まあそういうふうにねなんか自分変わってきたなというふうにね思っております。具体的なねちょっとねお話をするとですね、まあ私ねまあ行政書士試験のね勉強を始める前はですね、どちらかというと、まあ保守的な考え方でございました。まあ、政治思想が保守的って言えばいいのかな。でございました。なので、まあ、なんかね、例えば、そうですよね。今の、まあ、政治なんかを見ていてもですね、まあ、例えば、立憲民主党であったりですね、あと、まあ、共産党であったりとか、あと、まあ、令和新選組とか、まあ、ああいったね、いわゆるね、まあ、どちらかというとね、左寄りって言われるね、まあ、考え方ね、自由思想って言えばいいんですかね、にはですねちょっとね自分自身はね、少し、どうなのかなというふうにね思う、派でございました。まあ極端なねその右っていうわけではなくてですね、まあちょっとまあ思想的にはね右側かなというふうなね感じですね。だったんですが、まあこのね2年間ぐらいですねいろいろ勉強してる中でですね、だんだんね、その思想がですね左に寄ってきてるのかなというふうにね思っております。まああくまでも、ちょっとだけ左に寄ってるかなという感じなんで、まあね、極左って言われるようなね、思いっきり左に寄ってるというふうなね、ところはね、自分ではね、思ってないかなと思います。まあ、それはね、まあ何かっていうとですね、まあ、2年間、まあ、法律の勉強してる中でですね、法律の勉強って言ってもですね、まあ、なんでしょう、こう、暗記する部分もあればですね、判例なんかをね、まあ、勉強するっていうのもあるんですけど、まあ、そんな判例をね、いろいろ勉強してる中でですね、結構、なんて言うんでしょう、やっぱり、特に憲法関係かな、やっぱりね、こう、公権力のね、行使。まあ、いわゆるね、こう、国がですね、国とか、まあ、地方公共団体なんかがですね、国民に対してとかね、住民に対してね、こうしろ、ああしろっていうね、まあ、強権的なね、まあ、ことをするといったときにですね、まあ、それに対して、まあ、国民だったりね、住民がですね、いや、それはちょっと勘弁してほしいとか、いや、それはね、違うんじゃないかっていうところで、まあ、裁判所に訴える。そんな中でね、裁判所がね、下す判断っていうのがですね、やっぱり、こう、なんて言うんでしょう、まあ、日常生活の中ではね、そんなにまあ、公権力に対してですね、まあ、反発をするっていうことはないかと思いますが、やっぱりね、ちょっとした、まあ、ことでですね、反発したくなることがある。そういった時にね、裁判で訴える中でですね、やっぱり裁判所はね、まあ、こう、公平なね、まあ、判断を、まあ、概ねしてるのかな、という中でいくと、やっぱりね、こう、まあ、日本国民、やっぱりね、こう、まあ、憲法でね、守られている保障だったりですね、自由なんていうのがね、あったりするのでですね、あと尊重すべきことなんかがあったりするんで、まあ、そういうことを学んでいるうちにですね、だんだんこう、まあ、思想的に左になりつつあるのかな、というふうにね、思っております。まあ、具体的なところで言うとですね、どちらかというとね、こう、まあ、少数派のね、意見というのもですね、まあ、やっぱりね、こう取り入れるべきなんじゃないかなと思ったりですね。やっぱりこう、立場的にね、弱い人なんかもですね、救ってあげるべきではないかな、なんてことをね、まあ最近はね、ちょっと思うようにね、なってきたかな、というふうに思っております。まあ、少数派の意見ですよね。まあ、
なんでしょう、普通の人にはね、まあ聞き入れられないことでもですね、いや、それ、その考え方おかしいよっていうんではなくてですね、まあ、耳を傾けてみるっていうこともね、非常に大事なのかなというふうに思いますし、あとはね、やっぱりこう、社会的な弱者の方に対してもですね、やっぱりこう、何かね、手を差し伸べてあげるであったりですね、まあ、いろんな話を聞いてあげるっていうところもね、大事なのかなというふうにね、思ってくるようになってきました。今まではね、どちらかというとね、まあ、多数決で、決める。まあ、やっぱりね、意見的に多い方がね、まあ、正しくて、まあ、少数の意見というのはですね、まあ、あくまでも少数の、まあ、ほんとね、限られた方のね、意見なので、まあ、そういう意見に関してはね、そんなに聞くべきもんではないんじゃないのっていうふうにね、思ってたんですが、いやいや、やっぱりね、そうではないのかなっていうふうにね、最近はね、ちょっとね、思ってきてる次第でございます。まあ、それだけね、こう、勉強がね、まあ、浸透してきて、勉強の内容がですね、自分の、まあ、頭の中、体の中にですね、まあ、染み渡ってきてるっていうことなのかもしれないんですが、まあ、最近はね、ちょっとね、そんなこともね、考えるようになってきたな、というような感じでございます。まあ、具体的にね、じゃあ何をしていくかとかっていうね、そういうことはね、ないんですけど、なんか、今のね、こういう、まあ、自分の自身のね、まあ、考え方であったり思想っていうのがね、変わってくるっていうところに関しては、まあ、なんかね、自分の普段の日々の活動の中でね、何ができることがあればな、とね、やってみたいなというふうに思ってますんで、まあ一つ自分のね活動にね移してみていければなというふうに思っております。はい、ということで、まあそんなこんなでね、まあ若干ちょっとね抽象的なねお話も入ってきたんですが、まあ最近ね少しねそういう考え方がね変わってきたかなというふうに思っております。勉強時間もですね、まあ2年前からね始めて、ついにまあ3200時間をね突破したということで、すごい勉強時間ねやっておりますが、まだまだ、まあ。試験本番はね、11月なんでね、まだあと半年ありますんでね。まあ、どうかな。4000時間近くね、なんのかなというふうに考えると、いや、すごいね、時間勉強するなというふうにね、思ってるんですが、まあ、これからもね、楽しみながら勉強ね、続けていきたいなというふうに思っております。はい、ということで、まあ今日はね、この辺でお話を終了いたします。今日もお聞きいただきまして、ありがとうございました。お疲れ様です。